を担当したことがありまして、ツリーハウスをイメージしたような曲なんですが、でつい最近あの熊本にのウクレレのイベントにちょっと行ってきまして、そこの幼稚園いつも使ってる動物園が使えなくて、保育園で演奏だったんですが、そこにねお父さんたちが作ったツリーハウスがあって、これはいいものがあると思って登って、あのちょっとムシムシしてあんまりそよそよしてなかったんですけど、あの次に登ってくるのは子供たちばっかりで、大人で登ってるのも私一人だったんですけど、すごく楽しく遠くからメリフォーカの演奏ちょっと聞いたりとかして楽しんでたんですが、まあそんな木の上に登るとそよそよな気分になれるといいねっていう曲で、そよそよの木の上で、少し涼しげでほっとするもの、そこでやることはそよ風に身を任せること。鳥の声、木々が揺れる音、先生の木の上でです。